こんにちは、中央保育所です。ここが園庭です。入ってみます。園庭の中では天気のいい日には子どもたちがみんな走り回って元気いっぱい遊んでいます。では中に入ってみます。ここが玄関です。中に入ってみます。中庭です。中央保育所は保育室から全クラス中庭を見ることができます。夏には中にプールがあって、みんな水遊びやプールを中ですることができるんです。あ、先生たちがいるのでちょっとお話聞いてみます。先生、はい。先生はどうして取手で保育士になろうと思ったんですか？はい、私は保育士になるのが夢で、取手で保育士になりました。中央保育所は保育士も多く、手厚い保育ができていて嬉しいです。ですよね。先生、はい。先生が保育士をしてて楽しいことって何ですか？はい、子どもたちの成長が近くで見られるというところが嬉しくもあり、楽しく感じているところです。日々大変なこともありますが、先生や子どもたちと一緒に外で遊んだり、毎日たくさん笑うことができるので、保育士になってよかったなと思っています。楽しい仕事ですよね。はい。